俺がこの業界盛り上げます。はい、タランドゥスの顔マジでプレデターみたいはい、どうもショキです。どうも、サラです。マジって、あ、見てみる見る。今日はね、その名の通り、うん、タランドゥスです。じゃじゃーん。見て、ちょっとこう見てくれ。プレデターの顔わかる。いきますよ、うん、プレデターもね、3、2、1、ドン。どう、わかる、うん、あ、この、こう見たらね、うん、マジであのプレデターを思い出すよね。プレデターご存知の方なら分かってくれると思う。ニトニト、いやでもやっぱね、綺麗やね、うん、ツヤツヤね、く、あ、すごい。そうね、触覚の動き方とかかっこいいと思う。うん、なんか動き方、触覚がすごい。これはバイブしてください。すごい、うん、綺麗だね。うん、今日はタランドゥス、はい、はい、あのタランドゥスなんですけど、はい、まあ、あの産卵セットなんですよね。一回冷酒剤が手に入らんで、うんうんうん、違う剤を試したって言ったら、ああ、そうだね、まあまあまあ、あれで全然幼虫取れたって、はい、でもやっぱりね、反応が鈍いメスもいっぱいおったって言ったね。いっぱいっていうか、約2頭で、冷酒剤をね、やっと手に入れまして、うん、組んだっちゃう、セット、はい、即突起です。あ、マジ、即見る見る、そんなに違うとどうも。これ組んだ次の日見たらもう入ってました、一発。うわ、はい、これこっちが2回目のセット。はい、見て、組んだ次の日、うん、分かる、もうこれをバーってやると、なんかもう掘った後、もう掘った、入ってて、もうバリバリ掘っとった、冷酒剤に変えたら、うん、そんなやっぱありないんだね、刺激。もちろん、はい、冷酒剤じゃなくても産むのは産む、産んだよ、うん、産んだね、結構取れたもんね。でも冷酒剤の方が反応いいのか、あ、全然違う。これもともと冷酒剤しか使ったことなかったけど、うん、実は初めてやったっちゃう、まあ、ちょっと反応悪いけど、まあ入ったけん産みようなっていうのは分かった。なんか冷酒剤の威力を知ったよ、ここで、はい、うん、全然違う、実感したね。やっぱね、やっぱ冷酒剤ですよ、冷酒剤、はい、はい、タランドゥスのね、産卵で困ってるそこのあなた、はい、間違いなくね、冷酒剤使っとけばやっぱ入る、はい、はい、もちろん他の剤でも産まないことはない、ない、うん、でも絶対取りたいって場合はね、うん、もう冷酒剤をおすすめします、 100%。 はい、はい、ありがとうございます。それでね、最後に、はい、じゃーん、うるーん、でプレデターの裏から、はい、はい、本当にすんごいタランドゥス作ったわけよ、はい、プレデターって決闘でもつけようかな。おー、名前プレデター決闘、プレデター、まあ、まあ本当にね、ものすごいタランドゥスももちろん目指してるんで、はい、皆さんね、これからもね、応援よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。とりあえずね、タランドゥスメスドプスはもう練習で、はい、っていう動画です、今回は、はい、検証して、はい、あの結果で、ね、こうやって出たので、はい、はい、勉強になったと思った方はね、高評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。